はい、プレイしていきたいと思います。 7 days to die というわけでやっていきましょう。本日フェラルフォードでございますと、待って、8156よいしょ。うおー、いっぱいいるゾンビ。待って、俺こっちに泣かないといけないんだっけ。おー、落ちてる。あ、待って、火炎瓶用意してないと。で、これ使いますと、火炎瓶をこれどうするんだっけ。もう投げ込んでいいんだっけ。こっから投げないといけないんだっけ。最悪だ。あっち。よし。これ一個落とそう、途中で。きっと燃え続けてくれるような。よし。きっと燃え続けてる。あ、ダメだ。燃え続けてない。消えちゃった。やべえ。絶対ダメだ。絶対壊れる方が早い。いてー、殴られた。うわー、やべえ。何持ってきてたっけ俺。待って、クロスボウがあるよ。ってことはこれで火つければよくね。クロスボウボルト、あ、つけて。おい、おーまいがー。終わったわ。完全にやったわ今。もう最悪の音を聞いたわ今。ピーコン言ってたかな。最悪だ。なんでピーコン言うの。なんで頭上から矢打ったらピーコン言うの。おかしく、危な。なんで頭上から投げてんのにピーコン言うの。おかしいよね。ピーコン言われたら終わりだって。うわ、落ちてった。あ、もうダメだ。もういよいよ終わりだ。あー、終了だ。さすがに終了だ。ほら、横からもう燃えたのが出てきてるってことは、つまりそういうことよ。下から階段上がって出てきてるってことよ。そういうことだよ。あ、はしご、あー、なるほど。あれなんだね。ちょっと俺と思ってたのと違う。俺さ、扉壊して出てくると思ってたら、横壊して出てきたらしい、どうやら。それはちょっと想定外だったね。一度だけしとくか。よいしょ。燃えてるちゃんと。よいよ。リローディンナウ。おい、またピーコン言ってる。ダメだこりゃ。連鎖で爆発したんだが。エンジョイ。あー、燃えてない。よし。燃えた火炎瓶をスムーズに落とせる仕組みが欲しいよな。よいしょ。これを作らないことには。
おー、なんかそっち大変なことになってないか。よいしょ。ダメか、燃やさないとダメか。よいしょ。ピーコンピーコン、マジどうするかだな。お、これリペアしとかないとやばくね。よいしょ。おい、やった。で、一回回復しとく。一回回復しとく。ご飯食べとっか。一回ご飯食べとっか。火炎瓶火つけて投げますと。火つけて投げますと。よし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 。なんなんあっち、あっちもかまってるゾンビいっぱい。ん、これこれこっちにある必要ないよね。まあ分かりやすいからいいけど。火つけて投げますと。うわっしょい、やばい、危ない危ない危ない。あなた擦り傷を負ったんだってよ。ダメじゃないの、擦り傷直すとかな。よし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 。火炎瓶。うわっやばい、始まった、終わったわ。待って、しゃがんでる。あぶねえ。は？あ、飛ばされた。まさかこんな形で野戦が始まるとは。でも今日野戦耐えれるようなあれじゃないんで。ちょ、どうする？あ、あっちだ。あっちだ。危ない危ない危ない。こっちです。第二防衛拠点に行きます。マジか。崩されるのか、やっぱ。あ、待って。下手くそ、下手くそ。よし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 。よし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 。よし。やばいやばいやばい。集中力が切れる。こっちからっすね。こっちから撃ちましょう。よし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 。よし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 。よしよしよし。頑張ってる頑張ってる。電気ビリビリ動いてなくね？え？え？おいおいおい。ちょい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 、すっぽすっぽ、やばいやばいやばい、すっぽりすっぽりはまったって。あいつ痛い痛い痛い。タラタン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 。よし、オッケー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 。タン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 。やばいなこれ、これやばいっすね。こっちか撃つか。奥のを狙いつつ手前のも流れ弾で当たるように。リペアしに行った方がいいのか。俺リペア持ってる？あ、持ってる持ってる持ってる、というかしまってるが正解、正しい。やばいなこれマジで。お、リロージンな。やばい、フェラルホードでこんな弾いくらあっても足りないよなマジで。フェラルホールいくらあっても弾足んねえよな絶対。ちょ、リペアしに行こう。偉い私はここにリペア材料をしまってあるので、これしまって、これしまって、待って、インベントリーにちょっとコンクリート入れときます念のためね。うお、ちょいちょいちょい、そろそろこっちからリペアしとこう。
よし、ちょうどいい時期だった、ちょうどいい時期だった。電気ビリビリが仕事しとらんな、なんで、なんで、ちょっと電気ビリビリが仕事しとらんのがわからんな。だったらやっぱり必要なのか、あれは。あ、火炎瓶入れとく、火炎瓶こっち置いといたらよくね。そう、B もエロー、ちょっと待って、それはいいとして、え、やばいやばいやばい、これロボットもう1台ぐらい欲しいな。ロボットスレッジもう1台欲しいな。ちょっと安心はできないって感じ。今取ったよね、取った取った。え、電気いってるよね。なるほど、真ん中から来てない、腕壊れた腕壊れた腕壊れた、バンテージ使います。いや、これじゃない、これじゃない、やめてやめてやめて、こっち、よしよしよし、犬来てるな、犬来てるな。何したかったっけ。そろそろハゲタカとかの時間も来そうなんで、リロードだけちゃんとしておきましょう。あ、警察官来とるわ、よし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 、リロードいくな、リロードいくな、せっかくリロード終わったのに。火炎瓶ほいよ、で電気配線ちゃんとしたいよねっていう話よね。うわっ、うわ、犬？あー、下か。よし。おお、爆発しとる、どっかで。どっかで爆発したっぽい。待て待て待て、なんで？あ、やばい。なんかやばい。量が一気に増えた。お前犬どうやって上がってきたのよ、はしご上がれんの、犬って、犬ってはしご上がれるの。危ねえ、壊れるとこだった、壊れるところだった、スチール製にしちゃった。君のリペアどうなってる、君リペアできないんだ俺、こっから。なるほど、じゃあこっからもうめんどくさいんで、こっちに直つなぎしますと、こっから直つなぎしますと、これ電気ビリビリ仕事しだす、リローディングナウナウ、よし。うわ、前警戒官、警察官、あんなとこで爆発しちゃダメよ。警察官、あんなとこで爆発しちゃダメ。ちゃっちゃっちゃ、あっちっちっち、あっち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 、前が見えない、前が見えない、あっちっちで前が見えない。おうおうおお、犬ってはしご上がれんだな、初めて知った。微妙なところに燃えちゃってる、やっぱこっちだな。よし、うわ、緑に燃えとる、やばい、警察、ハゲタカ、ハゲタカインカミング、警察官か、
警察官だな。待って、やばいやばい、あれがない、疲れとる、めっちゃ。あ、これ下から撃たれる可能性ありけり。やばい、いらんの拾った、いらんの拾った。やばい、ルート切れたかも。あ、これまずいっすね。警察官爆破によりルート切れた可能性ありけり。一旦チェック入ります。はい、警察官爆破か、ただのあれにより、野良ゾンビによりルートが消えましたんで、一旦修理したいと思います。OK。 穴掘ってるゾンビの音が聞こえんな。よし、さすがに離れたろあいつら。あ、犬来てる。スタミナ余裕だな。一回このお疲れモードどうにかしたよな。よし、あー、これ壊されるの嫌だけど、しゃあないな。あ、こっから届かないっけ。届かないし、囲まれたら終わる。危ねえ。よいしょ。使う。あら、生き延びちゃった。ちょっと待って、俺ここで戦う意思はない。戦う意思はございません、ここで。ちょっとこっち来てください。もうちょいなんで。オーマイガー、上がれねえ、こんなところから。どうする?コンクリート積むか、縦積みか。石しまっちゃったしな。しゃないな、これはもう。うん、仕方ない。よいしょ。うん。オーマイガー。あそこの足元壊れそう。ちょ待って、どういうこと？オーマイガー、出血。やばい。ちょ、一回白い薬飲んどこ。なんで？あ、登ってきてる。別ルート開拓してきたかも、ゾンビたちが。ショートカットルート開拓しやがったあいつら。リロードな。よし、こいつら倒したら終わりだ。やめろ。ハゲタカ来なかったね。お、警察官爆発な。よし、ダメだな、警察官いっぱいおる。死んだのか。一応ルート完成してたっぽいね。よかった、あいつしてたっぽい。ちゃんとなので、あそこを横に広げて安定を図ろうか。そうした方がいいね。よし、スタミナ切れ？マジ？狙いすぎてた。危な。ふぅ。ひどいフェラルホードだった。何発撃ったんだ俺、サブマシンガン。喉がカラカラです。了解。よいしょ。とりあえず一旦アイテムしまおっか。まあ、リペアが先か。
リペア先しよう。一旦これ止めますと。あ、何がない、コボルストーンがないって。あ、なくなってら、ブレードなくなってら。1個でも2個でどうにか耐え切ってくれたね、頑張ったわ。うわ、ここのチェストも削れんのか、ちょっとやばいな、それは。それまずいっすね、非常に。これはしまっちゃっていいでしょう、配線は。で、電気とスチールもしまっとこう。これがここにあってよかった、本当に。俺の判断を間違ってなかったようだ、前の練習じゃない。あ、えらい俺、ビタミン剤もちゃんと用意してたらしい。えらかったんだな。よし、延長貼り直してもいいからな。よし、じゃあ一旦アイテムしまってから来よっか。フェラルフォード用の、対フェラルフォード用アイテムはしまってから。やっぱここつなげてさ、そこの上でフェラルフォードとかした方がいいのかな。なんかもうちょいちゃんとフェラルフォードやった方が良さそうだよね。よいしょ。結局肉弾戦に持ち込まれなかったから、ホートバイトとか飲まんかったね。白い薬は持っとかないといけないか。で、これに入れるのなくって、余って、落下言わないな。これも今言って一旦しまっといていいよな。謎の弾があると。ちょっと待って、300発、これ長いのは多分拾うよな、フェラルフォードの報酬で。ってことはあれも拾うはずだから、ほっといてよくって。これも、これこっちに入れとこうか。これとこれ、よく頑張ったな。今回のはちゃんと耐えしのいだと言える？どう？あり？なし？微妙ラインだよな。一つ壊されたけどな、そういえば。忘れてたけど壊されたよな。コンクリート、電気のリペアのために一応持ってっか、これ。これと、いや、もっとだな。鉄作っとこうかな、鉄。鉄作ってほしいってよ。まあ、200ぐらい。6000入れとくか。この際なんで。で、ついでなんで砂取って、こっち回ってない方で混ぜときますと。削れたな、さっきのヘラルフォードで地面とか。じゃあコンクリート持ってこう。コンクリート線で足りない気がするから、これ持ってっか。もっと、よし、じゃあ拾いに行きましょうか。ああ、イベントリーにも火炎瓶持ってた。さて、どんだけカバンを拾えるかですね。あれ？またこっちも壊れたんだ。なるほどね。じゃあ、外側が壊されても、内側の階段が出現するようにする？君もここにずっといていいよね、こいつね。これもう一体こっちにいたらさ、結構安心できるくない？これ。ゾンビが湧き直してた。 OK、 カバン持ってより少ねえな。なんで？フェラルフォードやったんだよ。ここにゾンビいっぱい落ちてたっぽいな。どっからだ？そっちで溢れて落ちたのかな。ここのポットンはあんまり落ちてなかったっぽいね。思ったより飛んでたんだよな、ゾンビがな。ピョーンっつって、だからこっちに壁作ってあげて、壁にぶつけて落とすみたいな、そっちの方が良さそうだね。さて、
嫌なところ見に行くか。なんならゾンビまで残ってる可能性もあるって。よいしょよいしょ、 OK。 こっから出てきたのすげえよな。どうやったん？あ、しゃがんで出てきたんだ。お、赤いカバンがある。見て見て見て、赤いカバン。おー、なるほど。お、こっちにも赤いカバンがある。あ、自転車そうだったわ。あ、つか危な、俺電気流れてた。俺ビリビリしてたぞ。電気流れてなかったけど、一応赤外線作るかも。中に作っちゃおう。よいしょ。おい、地上ゾンビが歩いてんぞ。やめろ。もう終わったんだこの拠点は。悲惨だな。よいしょ。あれ、赤いガマンのあったら拾ったのかな。きっと拾ったんだよな。そうだよな、さすがにそうだよな。こんだけフェラロード終わったのに、こんだけ、まあ弾出なかったくね。あ、一応出てるか。増えてるかって言われたら減ってそうだけど。つらつら、これはつらすぎるな。なんなん、ここどうだった。まあ足元壊されたってことやな。見てみよう。こっちね、扉壊さないでくれてよかったね。階段まで壊れるのマジ？もう何も使い物にならんやん、ここ。もう終わりっすね。終わりっすね。本当に。まあまあ耐えてくれた、耐えてくれたよね、フェラルホード。何を学んだかっつったら、あれっすね。あ、倒した数見るか。8500。忘れちゃった、最初なんだったか。レベル上がったのかな。上がってない気がするよな。2。上がってない気がする。つら。そう、何を学んだかっつったら、ゾンビ。あの、爆発するゾンビ。なんだっけ、あいつ、ウォーロックじゃなくて。出てこない。デモリッシャー。あいつに向かって、の、矢を撃ったら、なんか、あれっすね。ピコンピコン言い出すってことっすね。ピコンピコン言い出すのマジやめてほしいよな、あいつな。いらんの思って。ユッカジュースとかも、売っ払っていいやつは持っといて。家に持って帰るやつを。リペアする気にはなれんな。ここは放棄かな、もう。放棄っすね。無理です。なんで次のフェラルホードまでにまた作り直さんといけんわ。ダイナマイトのやつもさ、崩壊してくんないから、どんくらい拡張すれば崩れるんだっていう今こっからこっちぐらいまでやってるよね。なんか声ガラガラしてね、ちょっとミュートしとくね。治った？ガラガラ。どうだろう。結構下頑張ったつもりだったんだけど、ここら辺までね。だから、もう、いやでもこっち側に、
こっち側に向けては掘りたくないんですよ。これ壊したら俺忘れちゃいそうだから形を。なので、回ってんなっちで。で、今までいろいろ試してきたので、そのうちのいくつかの仕組みを混ぜて、え、待って、フェラルホードよりこっちの方がカバンあるっていう、そんなことない、ささに、すぐにそんなことなかった。缶詰、あ、下塗り直してねえわ。ドローン、あれ、ドローン、あ、いた、ドドロン、缶詰、あれ、ちょ待ってよ、これしまいます。飲み物もしまっちゃっていい、飲み物しまっちゃっていいか、ここじゃないか、ビール、あ、ここじゃなかったっぽい気もするけど、まあいいでしょう。で、玉とかもしまっとくか、一旦溢れた分しまって、300発で足りるかな、どうだろう、矢尻売るけども、まあいいか。うわあ、どうしよう、フェラルホード間に合うかどうかっすね。間に合わない気がすんな。テイク、これ自転車持ってきてよな。よし、とりあえずトレーダーに売りに行こう、いろいろ。どうしよう、もうこっから行こう。久しぶりに正規ルートでトレーダーに会いに行く。犬いる？今犬の声した？気のせい？グボー言ってなかった？これ、エクスプローシブ、そうだね、矢は必要ないよな。撃って、あら、買い取ってくんない。よし、で、何言ってる？タクティカルウォーフェア、あ、俺爆発矢売っちゃったっけ今。売ってないよな、さすがに。え、売ってないよな、俺な。やめろよ、そんなこと。うわ、ダイナマイトスティック。買った方が安い気までしてきてる、ダイナマイトスティック。これっていくらな？ 4000 か、まあまあ高えな。2700、まあまあ高えな。でも、オイルシェール、買うより安い気がしちゃうんだよな、ちょっとな。サムマシンガンタレットな。いや、多分サムマシンガンタレットとか置いてもフェラルホードしのげねえんだよな。というわけで、とりあえず今回はフェラルホード耐え抜いたのか、かっこはてなぐらいで終わりっすかね。これまだだよな。あ、回収できるわ。なんで回収しとこう。じゃあ、回収して、植え付けは裏でやっときますか。やっときます。これでまた、布が確保できるんで、布が確保できれば TNT も作れるでしょうし、火炎瓶もまた作らんといけん。で、今の、あの最初の拠点と2個目、最初の拠点っていうのは崩れた方のね、今日の崩れた方の拠点と2個目の電気屋屋上拠点、あれをどうにか混ぜたような拠点を考えないといけないですね。それで
ゾンビを減らさないといけないよね。どうやってる？どれやりゃいいんだ。よいしょ。5個。イエス。こんだけしか取れねえのか。よいしょ。喉が開くの早いね。もしかして俺暑さ抵抗弱めなのかな。暑さ抵抗ってどこに書いてあるこれか。熱抵抗の方が高いけどな一応なんでだろうね。味の方が乾きやすいからか。1日に3回飯食うけども日本用のはいっぱい飲んでるでしょっていうことかな。というわけで、じゃあ今日はここで終わりたいと思います。次回、あそこの斜面作りか、ちょっとフェラルフォード用の拠点を考えるか、もしくは両方同時に何か考えるかやっときましょうか。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。100何日目？5日目のフェラルホールでした。寿司会でした。そっちだ。